ジオ。こんにちは、こんばんは、タイポンです。年齢制限、YouTube にこう動画を投稿してて、ちょっとグロすぎちゃったりとか、ちょっとエロすぎちゃったりとかすると年齢制限にかかることがあって、多分だよ、俺この日本の YouTuber と言われている人の中で一番年齢制限かかってる動画を所持してるんじゃないかなという、日本一年齢制限動画所持カップっていうのがもしあれば、多分俺優勝できる自信があるぐらい年齢制限になってる動画がすごく多いと思います。実際にはちょっと今数えてないので、数えてみようかなと思います。それではちょっと数えていきたいと思います。ついこの間出したばっかの動画、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 Oh no! 案外少なかったね。10個です。10個、年齢制限今まで YouTube やってきてなってます。もちろん中には多分消しているものもあるかもしれないんですけども、多分俺の記憶をたどった結果、消した覚えは多分ないので、年齢制限かかってる動画は今のところ10個です。10個でも相当多いか分かんない、どういう動画を出してるかによりますけど、まあちょっと今自称俺が日本一年齢制限が一番かかった動画を所持してる人ということでよろしいでしょうか。もし、いや私はお前より全然年齢制限の動画持ってんぞっていう人は、まあ、ちょっと証拠動画とともにコメント欄でもいいので、俺の方持ってんぞって言ってください。そしたらもう俺タイトル今多分日本一所持っていう風に書いてると思いますが、日本2位とかでも3位とかでももう全然出てくれば、だんだんの格下げしていくんで、たまに、ね、なんでこれ年齢制限かかんのみたいな動画ももちろんあるんだけど、そんな年齢制限かけるような動画でもないのになみたいなやつが年齢制限かかったりとかしてて、若干ムカつくんだけど、俺ねアダルティック系でやってますけど、俺がやってるアダルティック結構可愛らしいアダルティックだから、そんなにこうエグいとこついてないと思うから、そんな受話器筋に行くまでもないと思うんだけど、チンコとか単語をちゃんとおチンコにして O をつければ多分年齢制限かかりません。来たってことなんで、今回はちょっと年齢制限が一番多いぞということを自称してる動画です。この先きっとまだまだ年齢制限かかっちゃう動画が増えると思うんですけど、まあそんなことは気にせず、動画が削除されない程度に投稿していこうかなと思います。18歳以下の人が見れないっていう動画もあるんですけど、まあちょっといろいろググれば、なんか裏技で18歳以下の人でも18禁かかってる動画見れるっぽいので、まあそれはちょっと自分なりに調べてみてください。はい、それじゃあここまでご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録してない方は下の赤いチャンネル登録ボタンを押して、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。グッドボタンならバイオニー。ディズニーシーにやってきているんですが、まあ、乗り物にはだいたいいつもこう入り口に何分待ちっていうのが書いてあるんですけども、まあ、その分数はどれぐらい正確なものなのか。